be good for me. Lately I've...さあ始まりました。本日もジャスミーの仮想通貨ですね、こちらのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、11月3日午後12時55分 YouTube 録画しております。いつも YouTube 聞いていただきまして、見ていただきまして本当にありがとうございます。現在のジャスミーですけども、わおって感じですね。信じられないっていう感じなんですけども、まあ、信じられないっていうかね、まあ、パーセントが信じられないなっていうところなんで、まあ、ポテンシャルとかその辺からすると、まあ、あり得るのかなっていうふうにも思いますけども、あ、とんでもない上がりですよね。皆さん本当にホルダーの方本当におめでとうございます。36.79円、 91% 高、すごいですねこれ。本当にね、素晴らしい上昇率を見せております。あ、それからたくさんね、ジャスミーの動画見ていただきまして本当にありがとうございます。改めて感謝申し上げます。それからコメントなどいただいた方本当にありがとうございます。これからもちょっとジャスミーですね、注目高いと思いますので、動画の方をしっかり作っていきたいと思います。昨日もちょっとね、仮想通貨のこちらジャスミン見させていただいたんですけども、まあ、ちょっと上がる可能性もあるかなって思ってもちろんいたんですけども、ここまでの上昇というのはさすがにね、ちょっと予想できなかったなというところで、まあ明日もどうなるかちょっとわからないなって思うんですけども、まあ、しっかり対応していこうかなと思います。かなりもうね、上に来ているというところというか、まあ、なんていうんですか、一旦のこうレジスタンスみたいなところは結構超えてきているというところもあるので、まあ、最高値がね、あの昨日見た限りでは、まあ、桁がちょっと違う状態ですね。2桁の400円とか500円ぐらいのところなんだと思うんですけども、このぐらいのところにね、まあ、今もうどんどん迫っているという形ですごいなと思うんですけども、ちょっと短期的にはかなりね、まあ、一気に資産が倍になってたりする方もラッシュでこう出てきているなというところですし、まあ、ちょっと押し目作ったんだけど、またそこをね、高値を超えていっているというところで、まあ、上がり方としては非常にいい理想的な形ではないかなと思いますね。まあ、短期的に見たこちらのジャスミーと長期的に見たジャスミーっていうのはまるで景色が違うのかな。まだまだ最高値まではね、全然ありますし、まあ、高まっていける可能性もあるのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと利確をね、やっぱりポイントが皆さんつかみづらいなっていうご意見たくさんいただいてまして、まあ難しいですね。やっぱり少しは利確していって原資抜くとかね、まあこれセオリーかなと思うんですけども、そういう方も増えてきたなっていうところなんで、まあ、一旦どこかでね、安くなるかと思うんですけども、このね、上がってる要因私なりにちょっと分析してまして、まあ、ちょっとそれを最後にシェアしていきたいと思うんですけども、まずこちらですね、国内でビットポイントですね、こちらで今上場してまして、まあ、その中のこうサービスというかね、ジャスミーに対してのサービスがものすごく熱いんですね。まあ、口座開設したらジャスミーをプレゼントしますみたいな、なんか1000円ぐらいですかね、そのぐらいもらえるのかな、ちょっとそんな感じだと思うんですけども、それからステーキングですね、こちらの割合というかこう利率ですね、 100% ぐらいになってくるということでありますので、まあ、結局ジャスミーをほとんどの方は国内で持ってなかったということですね。上場したのが国内初ですから、ということで慌てて口座開設して、今1週間ぐらい待ちらしいですね、ビットポイント。かなり、以前はやっぱりコインチェックとかが多かったので、多分すぐ1日ぐらい、最短1日ぐらいでできたということなんです。今1週間ぐらいかかるみたいな、場合によってはですね、かかるみたいですね。まあ、それぐらい混み合っているというところで、まあ、もともとこのビットポイントっていうのはですね、チャートのこう、構成の仕方とかがすごいクリエイティブで見やすいんですね。まあコインチェックとかはすごい王道というか規則正しいというか基礎に基づいたチャートの形状に見えるんですけど、非常に見方が綺麗に見えて非常にいいなと思って私も使ってたりしたんですけども、まあ、本当にでだんだん仮想通貨の取り扱いもね、今 ADA とかまあいろいろ増えてきましたよね。で本当にコインチェックに迫る勢いで口座開設のこう人口が増えてくるかもしれないなと思うので、もしかしたらね本当にコインチェックにまあ、追いつくのはなかなか追い越すっていうのは難しいかもしれないですけども、だいぶねこう何て言うんでしょう、解説する方が増えてくるのは事実で、まあ、迫ってはくる可能性あるのかなと思いますね。まあ、これからいろんな仮想通貨、皆様が面白いなと思う仮想通貨 ADA とかですね、まあ、この辺もいち早く取り入れたという、まあ、先見性ある方がこう運営されてるんじゃないかなっていうのが随所に見えますね。親会社がリミックスという形でありますので、まあ、その辺も安定はしてるかなというところもありますし、まあ、ただちょっとねリミックスの株価的には少し今ワラントで170円ぐらいにちょっと一時期200円ぐらい超えてましたから、そこからねちょっと急落してしまっているんですけども、まあでもね長期で持つと仮想通貨のこういう売買が活発になってくればもしかしたら面白いがあってリミックスのも、まあただ今ちょっとワラントなんでその辺は自己責任で
投資の方はしていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そんなような感じで、とにかくステーキングがね、今 100% 超える利率ということなんで、まあ、とにかく買いました、ステーキングすぐ回します。売り物がなくなっちゃうわけですね。で、だんだんどんどんもう買うばかりで売り物がないっていう状況なんで、まあ、この値段が今ポンと出てきてるというところではないでしょうかね。 100% 超える、ね、利率っていうのが、まあ、バイナンスの方とかにも EXS とかいう、ね、仮想通貨 124% くらいだと思うんですけども、なかなかな、だいたい、まあ、柴犬とかでも 5% ぐらいですし、まあ、IOST とかでも、まあ、同じような 5% ぐらいとかですよね。まあ、それから比べると明らかに利率の方は上回っているのは間違いないなと思いますので、まあ、この辺がやっぱり買われる材料としては一つあり得るんじゃないかなと思いますね。まあ、買ってステーキングでしかも量も増えて稼ぎやすそうだな、それからステーキングをしたがために自分が買ったものっていうのはロックされてしまうので、まあ、売りたくても売れないみたいな状況なんで、ちょっと賭けみたいなところはあるかもしれませんけどね。1ヶ月後もしかしたらもっと安くなってるかもしれないし、わからないんですけども、まあ、そういう形で、まあ、なんとなくでもちょっと高まっていく可能性が高いっていう形はね、今すごい人気が本当に桁違いの人気ですね。で、それから今桁違いに人気があったところ見ていきますと、柴犬とかそれからジムですね、この辺人気あったと思います。だいたいこのジャスミーとホルダーの質というのは大体一緒だと思うんですね。まあ、とにかく仮想通貨に熱い情熱を持っていて詳しい方たちだと思うんですね。このジャスミーとか、それから柴犬とか、それからジムを保有してで売買している人っていうのは多分詳しい方だと思うんです。その方たちの行動としては今柴犬とかジムの方が少し下がってますね。3% ぐらい今日確か下がってたと思うんですけども、まあ、そこを利確して今こちらに移してるんじゃないでしょうかね。まあ、本当に機敏な方たちだと思いますので、まあ、今のところはそれがね、当たっているというか、稼ぎやすかった、最善の短期間ではですね、そういう形にはなっているので、本当にそういう形で対応した方、本当におめでとうございます。まあ、これからどうなっていくかはちょっと誰もわからないんですけども、まあ、とにかくジャスミーを気になっている方は日に日に増えてますし、まあ、とにかく昔からちょっと持ってた方は、本当に辛い時期もね、あったの私も見てて知ってますので、本当に良かったんじゃないかなと思いますね。本当におめでとうございます。これからもね、ちょっと私の方でもジャスに特集していきたいなと思いますし、本当に注目度が高いのも私の方にも伝わって、ビンビン伝わってきてますので、本当にね、今は一番希少な仮想通貨だなっていうのは間違いないのかなと思ってます。はい、ということで今回ジャスミーですね、チャート分析昨日に続いてしてみたんですけども、本当にびっくりしましたね。まさかここまでの上昇を見せてくれるとは私も思わなかったんで、いい意味で期待が裏切られたんですけども、なんかここまで来るとね、明日ももしかしたらいい意味で期待裏切ってくれるんじゃないかという形でね、ちょっと期待して、しっかり対応していこうかなと思っております。ということで今回ジャスミーのチャート分析はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。